縄文の生活を色濃く残しつつ、独特の世界観や文化を持っていたアイヌ民族。彼らは北海道の先住民族と言われていますが、一体どこからやってきたのでしょうか。今回は謎だらけのアイヌ民族のルーツについて考えていきたいと思います。前回はですね、アイヌ民族の文化について触れてきたわけなんですけど、はい、まあ、今回はね、まあ、ルーツというか、アイヌ民族は一体どこからやってきたのかという、そういうお話をしていきたいなと思うわけですよ。実はね、アイヌ民族って、いまいち起源がはっきりしてないんですよ。そうなんだ。よく分かってなかった。アイヌ民族について調べると、アイヌの人たちは北海道東北北部カラフト、千島列島という広い範囲にわたって暮らしてきた人たちであり、独自の言語や文化を持った北海道の先住民族であるとされてるんですね。はいはい。北海道の先住民族ってどこからの先住民族みたいな、はい、ずっと日本にね、いたのか、それとも北の海からいろいろ渡ってきたのか、はい、実際どうなのかっていうのが曖昧やったんですよ。はいはいはい。でしかしですね、最近の技術はやっぱすごい、DNA 解析がね、進んでるわけですよ。あ、確かね、まあ、それによってこれまで謎やった部分がね、だいぶこう解明されてきてる。分かってきたんだ。そうなんですよ。まあ、今回ですね、人類史学的な観点と、で最近の DNA 解析によって分かってきた部分を交えてアイヌのルーツを考えていきたいと思います。まずですね、日本人のルーツ編でだいぶ話してきたっすよね、ホモサピエンスがどうやってこう旅をしてきて日本にたどり着いたのかという、まあ、そこからちょっとおさらいしていきたいなと思うわけですよ、まず僕たちホモサピエンスっていうのは、30万年前に誕生した、言いましたよね、まあ、エンジン、まあ、もう猿が立ってたぐらいの感じのエンジンから今の僕たちにつながるホモサピエンスに進化したわけですよ、そして何があったかわからへんけども、30万年前に生まれて5万年ぐらい前に、よしアフリカ出るぞ、アフリカ出ようかと、一気になって、で世界中にホモサピエンスが拡散していったわけですよね、そこからもうブワーって世界中に住むようになったわけですよ、瞬く間にも地球の覇王覇者になったわけですすごいスピードで、ね、でもちょーんってもアフリカの一部で住んでた人たちがすごいことになった、そして1万年以上かけて日本にたどり着いたわけですよ、アフリカから1万年以上の旅を経て、すごい、歩いて歩いたね、たまに船乗ってあったわけですよ。そこもすごいから、ね、そこもすごい3万8000年前ぐらいに驚くべき航海技術を持って、対馬ルートからやってきた第一の日本人たち、縄文時代で、まあ、2万年弱とかやから、最近もうだいぶ古かったんやって分かってて1万7000年前とかやからねその後さらに2万年ぐらい前そんな時代に船乗って、いやすごいよ、もう縄文人とかですらないホモサピエンスたちが船作って来てるわけですから、何十キロの航海を、そんな技術あったすごいよね、そしてその第一の日本人グループから3000年ぐらい遅れて、台湾からギューンってね、沖縄の方まで来た人たちがいたよね、100キロ以上の航海を経て、日本にたどり着いたとされてるじゃないですか、詳しくはね、この動画を見てほしいんですけども、そしてそこから1万年ぐらい経って、だいぶね、遅れてじゃないけども、3万8000年前に第1のグループが来て、3万5000年ぐらい前に第2のグループが来て、2万5000年ぐらい前に、北海道ルートの人たちが現れるわけです。北海道。で、この人たちは何なのって話なんですけど、もともと4万5000年前ぐらい前、アフリカに出て、ヒマラヤ山脈がありますよ。そこを、ね、北から行く人たちと南から行く人たちがいたよね、北ルートを取ったホモサピエンスたちが、まあ、シベリアの方に住んでたんですよ、そしてその中から北海道に、まあ、この時は陸続きやったからね、歩いて来れたわけですよ。あ、そう、北海道に、おお、まだガーって続いてた。そうそうそう、こういう感じになってるからね、こう通ってきたわけですよ、もうめっちゃ分かりやすい話で、この2万5000年前に北海道にたどり着いた人たちが、まあ、そのままアイヌ民族になっていったんじゃないかっていう、まあそのね感じがね、すごい分かりやすいよね、これまでの話とか聞いてたらさ、そう思うやろうなと僕も思ってた、思ってた俺も、これはそうでしょ、そう、あ、そうだったやろ、もう答えはノーなんですよ、そんな単純なことじゃない。なんで？2018年に国立遺伝学研究所が発表した核 DNA 分析における遺伝子研究によるとですね、アイヌ、本土、沖縄はともに父系のルーツが縄文人であることが判明したんですよね。父系のルーツ、そうだよ、お父さん方の
ね、こう DNA を辿っていったら、うん、もうみんな縄文人だと、うん、そのアイヌも本土も琉球も一緒なんだと。おで、もともと言われてた東アジアの人たちがガンガン流れてきたんじゃないかっていう説が払拭されて、うん、もうまた別の別種として形成されてるってことが分かったんですよ、うん、独自の人種になってると、うんうん、これは遺伝子的にはかなり特徴的になってる。つまりアイヌも本土の人たちも琉球の人たちも遡れば縄文人なんですよ、うん、同じルーツですせと、はいはい、ってなるとさっきの2万5000年前にね、北海道にたどり着いて、うん、ね、台湾から琉球に着いて、うん、ね、対馬ルートから本土に着いた人たちが別々に暮らせたら、うん、ならへんね、全員同じ祖先にならへんよね。ならへんよね。言ったらさまざまなルートを経て日本にたどり着いたけど、うん、1万年後には、うん、もう縄文人っていう固有の人種になってると。はということはね、うん、3つのルートを経てたどり着いた日本人はね、うん、どうなっていったんやって話をね、考えられるのはもう2つです。2つ、うん、まず1つ目が、まあ、3つのルートの人たちが、うん、それぞれ、まあ、どっか1つの強いとこが他の2つのルート勢を淘汰していったの。あー、なるほどね。滅ぼしてしまったの、うん、残ってませんよっていうパターン、うん、パターンで、2つ目が、うん、この3つの別々のルートの原始日本人たちが1万年かけて混ざり合ったんじゃないか。結構あるよね、もう北から南まで。でも縄文人ってむちゃくちゃ交易してた痕跡が見つかってて、この土地からこの土地のもん出てくんねやみたいなぐらいめっちゃ盛んに行われてたんですよね。めっちゃ行き来してた、うん、だから混ざり合った説は全然ありえるし、しかもね、弥生時代以前の時代って争った形跡とか全然見つかってない、うん、もう道具とかも全然出てないの、武器みたいな、はい、だからこれはおそらく後者の方混じり合ったんじゃないかと、はい、いうことなんですよ、うん、北海道にたどり着いた集団も、うん、ね、こう本土にたどり着いた集団も琉球にたどり着いた瞬間も行き来しまくって、うん、1万年かけて独自の縄文人という人種になっていったと。しかもまあ海洋民族だからね、縄文人っていうのはものすごいね、もう日本だけじゃなくて海外も含めてだいぶ動き回ってたってことが DNA から分かってるんですよ。うわ、活発。旅する人種やったんですよ。でも縄文人編でここの辺は詳しく話すんですけど、はいはい、うん、相当縄文人動き回ってた、うん、ちなみにね、縄文人っていうのは濃い顔が特徴的やと、うん、はい、こういう顔の人たちをコ・モンドロイドって言うんですよ。コ・昔古いモンドロイドっていうかね、昔からおったモンゴロイドは濃い顔ですよと、はい、で弥生時代あたりからその新モンゴロイドと言われるね、はい、その人たちがわーって流れてきて、うん、で混ざり合っていくと。でこの新モンゴロイドの人たちは薄いまぶたと平たい顔で体毛薄いよみたいな、うん、そういう特徴を持ってたと言われてると。弥生時代以降の新モンゴロイドの人たちはそういう特徴を持ってた、うん、これもね、いろいろ諸説あるんですけどね、うん、弥生人側の人はもっと前から徐々に来てたんじゃないかとか、はい、そういう説もあるんですけどね、基本的には今の日本人は古モンゴロイドと新モンゴロイドがブレンドされた、うん、両方の特徴が入り混じった民族となったわけですよね。なるほど。で基本的にはその朝鮮半島の方から来てるから、うん、沖縄とか北海道緩やかに交わっていったわけですよね、はい、うん、なんでこの北海道と琉球の人たちは縄文的な特徴が色濃く残ってるんじゃないかって考えられてるんですよ。なるほど。だからか。そう、だからずっと残ってたわけじゃなくて、うん、もうそれぞれ何万年前日本人でぐるんって混ざり合って、はいはい、その中で次また第新モンゴルドの時代が来た、わーって流れてきた時代に、はい、こう広がっていったから、真ん中からね、この辺はまあそんなですよね、はいはい、そういうことなんですよ、ね、なるほど。最近のね、こう遺伝子解析の結果、うん、日本の遺伝子が相当複雑だと、うんうん、世界的に見てももう例がないレベルだっていう風に言われてるんですよ、うん、これ複雑、うん、いろんなルートが混じり合ってるし、うん、ホモサピエンスだけじゃなくてネアンデルタル人の遺伝子も混ざってるし、うん、なんなら第三の人類って言われてデニソワ人の遺伝子まで入ってるから、はいはい、そういうもう入り混じり民族なわけですよね、うん、じゃあそのね、縄文人に一回なりましたと、うん、で、渡来人ブワー来ましたと、はい、で、薄く 広がってきました。でも、はい、北海道と沖縄はまあセーフでしたというか、うん、まあ、縄文の特徴残り続けましたね、こういう感じで。そう、じゃあこの北海道に残った縄文の人たちが今のアイヌ人なのかって話ですよ。そうよね、ね、うん、そうじゃないじゃない。それも違うの。それも違う。残ったんじゃない。むずいね、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 これは。もう残った思ったわ。北海道に住んでたね、縄文人の人たちは、うん、弥生時代に入っても縄文的な生活を続けたんですよ。
はい、まあ、影響が少ないからね、うん、なのでこの弥生時代以降の北海道のね、うん、時代のことを俗縄文時代って言ってます。あらあらあら、もうついちゃいますね。弥生の影響バンバン受けてね、はいはい、いろんなこのね、その争いだ武器だとかね、うん、こう稲作だみたいなことを、はい、まあ、言われてるわけですけども、はい、うん、もう俺ら狩りでやってきます、はいはい、俗縄文時代突入ですとこのまま続けさせてもらいますとやったわけですよ、はい、でもね、その生活もやっぱ多少やっぱ干渉は受け合うから、まあ、7世紀ぐらい、まあ、古墳時代ですわ、うん、謎が多いこの古墳時代、はい、あのその時ぐらいから、7世紀ぐらいから徐々にこの時代の影響を受け始めるんですよ。あ、まあそのね、古墳時代の人たちが住んだりしたのか、うん、ね、こう文化的な交わりだったのか分かんないですけど、うん、なんかいろいろ文化が変わってくると、ね、マジで明らかにこの古墳時代の影響を受けとんなって、この時代ぐらいから薩摩時代って言われるんですよ、うんうんうん、ちょっとこう別の文化こすってませんみたいなしかしね、しかしこのカラフトとかね、はい、千島列島、カムチャッカ半島みたいなとかって近いんでね、うん、こっからさらにこう北の方から通ってくる人たちも出てきたの。北海道に上陸する北の人たちが現れるの。あららら、なるほど。この人たちが一個のその文化を作り始める。また新たな、うん、そうだから、その薩摩の人たちとはまた別のオホーツク人っていうのが出てくる。あー、そんな、まさにそう、オホーツク海からやってきたオホーツク人たちが結構な勢力を持ち出す。あ、そうなんだ。強いんだ。そうで、ここからオホーツク人がぐわーって勢力を伸ばし、うん、薩摩時代の人たちもまあこう混じり合い、うん、本土の文化とか本土の人たちもちょこちょこ住み、この3つが溶け合って混ざり合ってアイヌになったんじゃないかっていう、そういう話です。混ざったんだ。3つもまた3つまた混ざる。つまりね、アイヌ民族っていうのは僕たちと同じ縄文人っていうルーツを持ちながら、さらに北からやってきた民族と混じり合ったっていう、これまた特殊なね、民族なんだ。だからそんな独自の感じなんだ。そうなんですよ。だからこれもいろんな説があるんですよね、うん、だからこうね、いい感じで混じり合ったって説もあれば、はいはい、一回もオホーツク人と言ってもいいよねみたいな。あー、もうガーン行かれたんじゃん。だからそのアイヌっていうものは北海道の先住民って言ってるけど、うん、北からやってきた人たちじゃんみたいな。だからもっと言ったらこっちが取られてるから、うん、取り返してるようなもんやんって説もある、うん、でも遺伝子的に見たらやっぱ縄文人だから、ってことは、はい、やっぱその縄文の族、縄文時代からずっと生き続けてた人たちとオホーツク人が混じり合った存在ってことはやっぱ間違いなさそうなんですね、はいはい、でも影響は強そうだね、オホーツク人。そう、オホーツク人の影響もでかいと思う。それはどこ、何対何の比率で、うん、このアイヌ民族の文化に影響を与えるのかまでは分からへん、はい、ちょうどええ感じに混じり合ったのか、うん、オホーツク人強めなのか、薩摩時代強めなのか、もうそれは分かりません。分かりません。でもこのルーツから考えていくと、うん、やっぱ近いところにルーツはあるんじゃないっていう。まあそうだね、シベリアの方から降りてきてたとすれば、うん、やっぱその入れ墨の文化とか、うん、そういう通ずるものもいっぱいあったと思う。確かに。もともとそのカラフトとかいろんなこと、海洋民族やからね、うん、この北海道に住んでる人たちも、うん、こういろいろやり取りがずっとあったわけよ、うん、ぐる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 とね。じゃあね、このアイヌ民族のルーツがどんな感じかってことが大体分かったところで、うん、まあ、現在のアイヌ人どうなってんのってことを、確かに、ね、気になるでしょ。それは気になる。おるのおらんのみたいな、ね、そう、そこも分かんない正直。アイヌ民族は2017年の調査によると、うん、約ね、1万3000人いるとされてるんですよ。いるんだ。結構ね、結構おる。しかしアイヌ民族っていうのはもともとその文字を持たんかったから、うん、全部言葉なの、うん、文化のやり取りとか、その神話の語り次とか、うん、ね、そのアイヌ語を流暢に話せる人が2017年の時点では5人しかおらん。貴重。相当みんなおじいちゃんおばあちゃん。うわー、でしょうね。なんでこんな感じでアイヌの文化が失われていったのかって話なんですけど、うん、それは18世紀頃に日本で行われた同化政策によるものなんですよ、うん、まあ、簡単に言うたら和人が、まあ、日本人が北海道に移り住んで、はい、和人の文化をやりなさいと、うん、あんたはもう日本人だよと、それをブワーって強制し始めて、日本語喋りなさいとか、うん、日本のルールにのっとってくださいってやりだして、うん、急速にアイヌの文化が失われていったと。なるほどね。そう、イオマンテとかね、クマを殺して、うん、もうやばいから、うっそいな、うっせえ、やめてくれと、うん、やったりとか。アイヌの文化が失われるまではね、ウエペケレっていうアイヌの昔話とか、うん、ユーカラっていう叙事詩は語り手たちによって受け継がれてきたんですよ。うん、
もう口伝ですわ、うん、ね、ね、そんな感じでこうね、部族ごとに多少の違いはあるけども、うん、語り継いできたんですよ、うん、で、この、ね、アイヌの文化、もう一回見直そうというか、もう失ったらあかんってなって、今はその若い語り手、うん、アイヌの言葉を喋る人たちを今育成してるらしくて、ああそうなんや、その若い人たちからしてももう聞きなじみのない言葉たちが来るわけでしょ、全く別言語みたいな、うわめっちゃ大変やそれ、5人の語り手から急にね、おそまとか呼ばれたらすごいでしょ、でもうね、ウェンカムイからね、もうね、悪口ちゃんってなっちゃう、おじいちゃんの肛門とか言われてるそこまでせんやろ、ほんとに今回の話をまとめるとですね、アイヌ民族っていうのは3万年以上前に日本にたどり着いた3つのルートからたどり着いた日本人、原始日本人たちが1万年ぐらいかけて混ざり合って縄文人になりましたと、うん、で、北海道弥生時代始まっても族縄文人やりますってことで続けてましたと、うん、はい、で、その人たちが本土人とかね、さらに北からオホーツク人と緩やかに交わっていって、うん、アイヌ民族となったってそういう話ですよね、はいはい、次回からですね、アイヌ民族のね、間でずっと語り継がれてきた壮大かつ超爽快な、うん、ね、王道展開のアイヌ創世神話についてお話ししていきたいと思います。王道なんですね、相当すごいよ、今回この辺でまたね、バイ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 。